はい、どうも皆さんこんにちは、リボン鉄道チャンネルです。私は今大分駅に来ております。今回の動画では豊肥本線を環状していきたいと思います。本当は特急列車で環状したいところですけれども、大変人気で満席のためやむなく普通列車で行くことにしました。まず最初に乗る列車は普通列車豊後武田行きです。車両は大分所属のキハ200、2両編成が使われているみたいですね。方向幕の行き先も黄ばんだものとなっておりました。黄色は豊肥本線のイメージカラーらしいですけれどもね。車内はご覧のようにかなり混んでいました。腰掛けて動画を撮影するのは不可能でしたね。大分から豊後武田までの距離はだいたいこのくらい、10駅程度しか離れていませんが、所要時間は1時間、運賃は1000円超えです。それほど駅間の距離が長いんでしょうね。というわけで途中駅までは久しぶりに全面展望にてお送りしていきたいと思います。というわけで列車は大分駅を出発、熊本までの長い旅がスタートいたしました。キハ200は JR 九州の車両の中でも全面展望をしやすい車両でございますので、個人的には好きな車両ですね。右手に見えている線路は九大本線の線路です。大分駅は九大本線の他にも豊肥本線、日豊本線の計3路線が乗り入れる非常に重要な駅なのです。九大本線の線路はすぐに分かれていきましたが、豊肥本線と日豊本線の線路は長い間並行していきます。確か車両センターの手前まで並行していたのではないでしょうかね。この辺りにも架線が敷かれていることより、おそらくこの線路が入出庫列車のために使われることもあるんでしょうかね。そして列車は大分川の橋梁を渡っていきます。特急日輪号とすれ違いましたね。日豊本線の線路は一番左の線路となっておりまして、真ん中の線路は車両センターへの引き込み線となっているそうです。すぐ近くにポイントレールが見えてきました。ここにて架線が張られなくなりましたね。出庫中のキハ125ともすれ違いました。というわけで視界に見える線路は一つになりまして、列車は最初の停車駅滝尾へと向かっていきます。滝尾といえば廃止された大分バスの滝尾循環が記憶に新しいですね。気軽に乗れる郷愛路線ということで、多くのバスマニアから愛されていた路線でしたが、人手不足、安全性の確保の観点からタクシーへと転換がされてしまいました。滝尾駅は2面2線の駅です。滝尾駅では高い確率で列車の離合が行われております。反対側から大分駅普通列車がやってきましたね。キハ125、2両編成です。大分地区では2両編成での運転がメインとなっているみたいですね。見た目とカラーリングから分かる通りに、島鉄2500系との兄弟車ともなっているそうですね。というわけで信号のゲンジが G ゲンジへと変わりました。早速列車は滝尾駅を後にしていきます。滝尾中半田間に関しては駅間の間隔がかなり狭いです。だいたい3、4分程度で次の駅に着いてしまうのではないでしょうか。滝尾駅から2駅で列車は大分大学前駅へと到着いたしました。大分大学壇ノ原キャンパスが目の前にございます。残念ながら今の時間帯に関しては大学生の利用はないみたいですね。大分大学前の次は長半田に停まります。長半田駅は豊肥本線の一部列車の終着駅となっております。長半田駅までの間でお客さんの大半は降りられてしまいましたので、全面展望にて動画をお送りするのは当駅までにしたいと思います。長半田駅は1面2線の2号が可能な駅となっており、先日の通りに当駅止まり、当駅始発の列車も設定がされています。当駅より先、列車は県境あたりまで断続した上り坂を走行するようで、沿線の風景も緑の割合が高くなってくると思います。次の停車駅は竹中駅です。この辺りから利用者数が100人を切る駅が増えてきます。現在列車は上り勾配を走行しております。左右どちらを見回しても窓の外に見えるのは緑のみ、本当に森林の中を切り開いたところを走っているんだなとも思いましたね。そして列車は大分市を出まして、豊後大野市に所在する犬飼駅へと到着いたします。犬飼駅でもかなり多くのお客様が降りられました。
当駅を境に1両あたりの乗客数は10人を切ったと思います。当駅は特急列車は止まりませんが、昔運行されていた急行列車こそは止まっていたそうです。当駅にて大分行き普通列車とすれ違い、キハ220、2両編成での運転でしたね。そして犬飼駅より2駅で列車は三重町駅へと至ります。大分から来た普通列車の半数近くが三重町駅にて折り返すこととなっているみたいです。以前三重町駅では貨物の取り扱いをしていたということもありまして、右手には側線がたくさんございます。現在は保線車両の用地として使われているみたいですね。豊後大野市の中心駅ということもありまして、業務委託駅ではございますが緑の窓口がございます。というわけで列車は三重町駅を後にしていきます。そしてしばらくして見えてくるこの河川は大野川でございます。阿蘇が上流かなと勝手に思い込んでいたんですけれども、実際のところはなんと宮崎の高千穂らしいですね。そういえば豊後大野には東洋のナイアガラでおなじみ原尻の滝がございますね。そして列車は15分ほどで特急停車駅の尾形駅に停車いたします。当駅は驚くべきことになんと無人駅だそうですね。しかも特急停車駅旧台大肥本線では特急停車駅が無人駅といったようなケースも珍しくはありません。利用客数も400人程度とあまり多くはありませんが、周りの駅と比べると突出しています。キハ200にも驚くべきことに次は〇〇と出る液晶案内板が設置されていたんですね。残念ながら使われてはいませんでしたがね。このようなステッカーを見つけました。大肥本線では3年間だけ大分より亀川まで直通する列車が運行されていたんですよね。というわけで列車は間もなく終点の豊後竹田へと至ります。大分始発の普通列車が豊後竹田伊佐へまで直通することはまずないそうです。ホーム上には学生さんが結構いらっしゃいましたね。間違いなく大分方面への乗客なんですけれどもね。豊後竹田駅では接近放送がご覧のように工場の月になっております。先日の通りに大肥本線の普通列車は当駅にて系統分離がされております。特に豊後竹田宮地間は末端区間となっておりまして、普通列車の本数が4本しかありません。乗り継ぎまでの所要時間はなんと1時間半もあります。今回乗った列車は大分駅として再び折り返していくみたいですね。豊後竹田駅のホームからは驚くべきことに滝を見ることができます。結構細々とした滝ではございますが、すごいなと思いましたね。同じく滝つながりで恐縮なんですけれども、竹田は音楽家滝廉太郎氏のゆかりの地ともなっております。駅ホームにて工場の月が流れたのもおそらくこのことが関連しているのでしょうね。駅舎には川端康成の直筆のコピーまで飾られていました。というわけで今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。